神様ね。この仕事も長いけど、まだお目にかかったことないな。多分嫌われてるんだね。うわぁ、すんばらしい。おぉ、ジーザス、Don't you love me? 何言ってんの。この思わず抱きしめたくなるようなスレンダーボディ、超たまらねえっす。これから君を殺したいと思います。順序よく行きましょう。まずは天、心を一つに集中。絶、これは頭で思っても口に出しても結構です。狂ってばよ。誰かナルトを見てないか。今日は自習にする。何もなければいいが。何してる。早くアカデミーに戻りなさい。神殿に漂う鬱陶しいほどの甘い香りを放っているのはお前。つまらんな、この程度とは。アンダーラインの情報網復旧にはあと数時間かかってしまうか。機能停止直前に得た情報を統合処理、脳の作業状況と AIM 拡散力場の相殺データから右腕の力の質と量を導き出せ。カミューらしい理由だな。私はただトルグラーという男に多少の興味があるだけだ。チープな表現で好きじゃないな。調律者だよ、私は。調律者？そう、世界の音を整えるね。音が一人いたんですが、ある日裏山で大きなイノシシに食われちゃったんです。僕は幼い弟が泣き叫ぶのをただ隠れて見てるだけだった。必死で抵抗してもなすすべなく、話の通じない化け物にむごたらしく殺される。身の毛もよだつ死に方、どれだけ痛くて怖かったか。絶望して光を失っていく弟の目、あの目を思い出すと誰でもいいからぶっ殺したくなるんです。いいねー。お持ち帰り。ちょっと監督、いいね。どこから現れたのですか。さとこちゃんのいるところ、常にこの入江京介の影あり。ましてやそれがメイドさんの姿をしているならいかにとやせん。さとこちゃん、そしてリカちゃん、あなた方のような存在は世界の宝、人類の希望です。どうかいつまでもその汚れなき姿のままでいてください。スワン流行、この女恥を知らない。ふっ、薄汚い血飲ませやがって。待たせたな流行。こいつ、私に何か用で。いいや、困ったことに少しも知らない子ですね。そんなことを俺たちに言われても。なんだ、言ってみろ。お前はいつも鬼狩りの柱と遭遇した場合、逃亡しようと、お前は私が言うことを否定するのか。知れば誰もが望むだろう、君のようになりたいと。故に許されない君という存在を。これが定めさ。知りながらも突き進んだ道だろう。何を。その果ての終局だ。もはや止める術などない。海軍や賞金稼ぎはもしかして本能を磨けても素通りかもしれねえのらな。いや、そんだらことはねえ。奴らはおめえを見つける。どう見つけて、そいつらこう言うドラ。水着だぞ、黒足のサンジ。そしてオラは言う、オラそんなやつすらねえよ。海賊ですらねえ、ヌラベッチャー。そんなことより、この責任を一日で超えるのは難儀ゆえ、一夜の宿を借りたいのだが。で、話というのは。私は先を急いでいるのだが、
あんたたち、光明三蔵にも同じこと頼んだ。ウサギとカメ。昔々、ウサギとカメがいました。ウサギはある日、カメに言いました。お前は本当にのろまだね。するとカメは言いました。君はこんな木の枝で私を人質に取ったつもりかね。私の首をかき切るには少々頼りなく思えるのだ。ハルよ、強くなるための条件知っているか。簡単なことか。弱さだが、理屈じゃ分かっていても人はなかなか弱さを捨てられない。自分の弱さを内に隠そうと必死にもがくものだ。それは弱い人間のたわごとだ。ゲイルと同じことを言いやがる。おお、金太郎様、屋根の上かい。残念ながら婿のお父さんには見えないからな。これからも誠をどうかよろしくお願いします。名役など保護神に過ぎん。それはお前も分かっていたはず。俺はユダの策に乗ったまでだ。しかしユダでは荷が重かったようだな。とんだ二度手間だったわ。さすがだな、ラオウ。よくぞこの俺の連弾をことごとく見切った。バカな。一寸たりとも動けぬ。何のことだ。食らえ、なんと鳳凰剣王に極星十字。しくしょう、なんで俺が誘拐犯呼ばわりされた上にマシンを取られなきゃなんねんだよ。大体お前誰だ。サイバーフォミラーなんか乗りやがって。お前みたいなガキがレーサーやってんのか。気を緩めれば怪我をするぞ。災難だったね、君たち。でもこれで分かったはずだよ。生きていくのがどれほど辛いものであるか。終わりの日は近い。せいぜい有意義に生きることを勧めるよ。理解に苦しむな。帝国の者がなぜその女をかばうのか、一方でなぜ俺に挑むのかも。まあいい、どちらにしろ聞く価値もない。潰れろ。豪華。この術を過去に防いだ者もいないわけではないが、物理的に切られたのは覚えがない。音の精霊は不可視の破壊エネルギー。今のように剣で一戦など。俺の名はアーロニーロ、ヌベーのエスパーだ。アーロニーロ・アルルエリ。私は死だ。私は神に愛されし者を殺さねばならぬ。我が名はサリエリ。いや、違う。私は誰なのだ。